はようございます。すごい清々しい天気です。気温は25度ぐらいあるかなと思うんですけど、湿気もなくカラッとしているので長袖でも汗かかないかなっていう感じです。今午前10時半、僕の後ろで渡井雅樹のトレーニングが始まってます。基本原則非公開だと思うので、こうやって グランド一面覆われていて中は見えないようになってます。まあ、ちょっとこの下から覗こうと思えば見えるんですけど、グランドが隆起しているので奥の方のボールは全然追えないかなっていう感じです。まあ、環境すごく良くて、多分フルピッチ2面分ぐらい取れた上に、真横がスタジアムです。あの奥がスタジアムになってます。3分ぐらい軽くウォーミングアップ、軽くというか3分ぐらいのウォーミングアップですごく心肺機能を上げるようなダッシュを入れて、その後ボール回しロンドが始まってます。和気あいあいといい雰囲気なんだなっていうのが外からでも伝わってきます。
いやそれにしても試合1日前なのかというぐらい強度高く練習してますね。渡井選手変わらず頑張ってます。なんか知らないけどスタジアム入れちゃいました。今芝生買ってます。いいグラウンド、めっちゃ芝生いい状態です。なんか緩くもなく硬くもなく、なんか日本のスタジアムに似てるなっていう印象です。明日ここでスポルティングとの試合なのですごく楽しみです。スポルティングには日本代表の森田選手もいるので日本人対決が実現するといいなって思います。渡井選手に少しでも長い時間出場してもらいたいなと思います。こっちがメインのスタンドになるんで、多分そこら辺で明日は試合を見ます。最高の環境です。もう本当に一人でも多くの渡井サポーターにここに来てほしいんですけれども、まあ、なかなかそう簡単にはいかないと思うので、この雰囲気だけ楽しんでもらえたらいいかなと思います。